はい、どうもランマックスです。今回ですけども、質問をいただいたので答えていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まず質問内容ですが、いつも楽しく拝見させていただいています。どうもありがとうございます。一つ質問させていただきます。僕はこの春から大学生になり、長距離パートに所属しました。しかし10日ほど前からコンディションを崩し始め、ほとんど走れなくなってしまいました。疲労が溜まっていたこともあり、心拍数増加や筋肉痛増加などの症状的にもオーバートレーニング症候群になってしまったではないかと自分では思っています。現在チームの練習には参加せず、走行距離も 15% ほどまで落とし、ポイント練習もしていないのですが、なかなか回復してこず、打つと言ってまでは大げさですが、日常生活も気分が落ち込んでしまい、走る気も失せています。早く復帰したいのですが、具体的に休養以外にどういうのアプローチをすれば良いのか教えていただきたいです。ということで、この質問に対しての結論としてコメントでは返してあります。参考になるかわかりませんが、まずもう少しリラックスや気楽に走ってもいいと思います。早く復帰したい気持ちはわかりますが、まだ大学生活は始まったばかり、焦らず今はリラックスしましょうと。そしてできればですが、練習は質を落としてもいいので、やれる範囲内でやってくださいというふうに答えています。で、今かなりこの状況ってのは、負のスパイラルに陥ってるなというふうに感じました。まずオーバートレーニング症候群っていうのは慢性疲労ということで、いくら練習してもパフォーマンスが上がらない、中には寝れなくなったりだとか、体調不良で、お腹を壊したりとか、いろいろ症状が出るんですけども、で、その要因としては肉体的ストレスであったり精神的ストレスが原因になるというところで、やっぱこのパターンで言うと僕の中では精神的ストレスが、やっぱそのオーバートレーニング症候群になりかけているんではないのかなと思います。で、この春から大学生になりということで、環境が明らかに変わっていると、で、一緒に練習する仲間も多分変わっていて、練習内容も変わってるし、もしかしたら地方から違う大学、自分の住んでいる場所から新しく寮生活に始まったりとか、いろんな環境が変わっているので、最初の頃ってのはその大学に入って、さあやるぞっていう気持ちだったり、新しい環境になって、緊張感ってのがどうしても出ると思うんですけども、ちょうど今、この10日ほど前っていうのが、この質問が来たのが5月の頭、10日ほど前ってなると4月の20から25の間ぐらいに体調、まあコンディションを崩し始めってことなので、入学してから3週間ぐらいちょうどですね、その環境というかある程度慣れてきて緊張感もとほどけてきているあたりで、肉体的にどっと疲れが出て、精神的にもうまく走れないので病んでくると。で、ここでも結構精神的にバラバラになっていて、気持ちが落ち込んでしまい、走る気も失せてきますと。で、走る気はないんですけども、早く復帰したいのですがって喋ってるので、早く復帰したいという気持ちがあると。やりたいという気持ちを、だけども、走る気になれないっていう、その、ちょうどすごいバラバラになっちゃってるんですよね。やっぱこのままだと、いくら練習を 15% に落として肉体的には回復してるんですけども、精神的には全く休めていないという状況。やっぱやらなきゃいけない。でも、走る気にならないっていうそのバラバラなので、気持ち的にはかなりリラックスできてないんですよね。なので、できればもう少しリラックスして、やっぱせっかく陸上をやる、走る楽しみってのがあって、今大学まで来てると思うので、もう少し原点に帰ってリラックスして、ただ走るっていう行為、行動を楽しんでほしいなと、僕自身は思っています。そうすることによって、気持ち的に楽になって、もしかしたら結果的に良くなるんじゃないのかなっていうのと、あとトレーニングに関しては 15% ほどまで落としていると。仮に僕が、月700キロから800キロぐらい走っているんですけども、15% まで落とすってなると、走行距離がだいたい100キロから120キロぐらいまで落としますよと。そうなった場合、この距離ってのは僕だったら、まあ、4日ぐらいあれば、走れる距離なので、それを1ヶ月に薄く伸ばしたってなると、ほぼほぼ練習してないのと同じぐらい、要するに体力がどんどん落ちていってる状況。で、体力が落ちると、今度、例えば自転車漕いだりとか、普段階段登るのはそんなに疲れなかったのにも関わらず、体力が落ちてることによってきつく感じてしまうと。きつくなると、また、その精神的にも、こんな、
で、階段登ったりとか、自転車こいできつくなってるのにどうしようもないなっていう風にどんどん気持ちに追い込んでしまって、マイナス効果になってしまうので、練習はある程度できればやってほしいなと。で、そのある程度っていうのは、練習の量はするなりに確保しつつ、質を落としてほしいなと。で、僕個人的にはそのペース走で言うと3分20とか10秒ぐらいでやるんですけど、もしこういう状況であれば4分とか、4分10とかでやって確実にできることをやっていくと。で、インターバルであれば3分から2分、今だったら2分55ぐらいでやってるんですけども、それを、例えば3分20とか3分半でインターバルやると、本数はそれね、同じもしくはちょっと落とすぐらい、10本やったのが8本にするとか、7本だったのが6本にするとか、多少落とすぐらいで、今やれる確実なこと、気持ち的に、失せてやる気がない状況でもできるポイントってのをぜひやってほしいなと、ジョックとかもやってほしいなと思います。で、それをやっておけば、いざやる気が出た時、モチベーションが上がってさあやるかって気持ちになった時に、自然とまたすぐ元の状態に戻りやすい状況になっているので、今 15% まで落としていて、じゃあやる気になった時に、急に戻すってことはまた、なかなかできなくなってしまうので、最低限やっていてほしいなと。で、そういうふうにちょっとずつやっていけば、意外とその走る楽しさってのを思い出してきて、なんだかんだ言ってやる気も出てくるし、ストレスってのも少しずつなくなってくると。で、まだまだ大学生活始まったばかり、この大学1年生になったばっかりなので、まだこれから4年間もあるわけで、正直ですね、4年目とか3年目とかにある程度結果残せればいいと思うんですよ。で、1年目から頑張るってこともあるかもしれないですけども、なかなか慣れるっていうことも難しいと思いますし、1年生で大学の流れ、合宿はこの時期にあって、大会はこういう大会があって、どの大会が大事で、この大会は別にそうでもないとか、いろいろパターンがあるんで、まずこの1年目はそのパターンっていうのをまず、確認する作業だと思ってじっくり構えてほしいなと。それぐらいのゆとりがないと、かえって陸上競技を嫌いになってしまって引退が早くなってしまうってのは僕はすごいもったいないなと思うので、とにかく今は陸上競技を楽しむ、で走ることを楽しむ、リラックスして気楽に走るってことをやっていただいて、その中で練習の質ってのはかなり落とし目でいいので軽くやっていくと。で、そのうち、早く復帰しなきゃっていうよりも、そのうち復帰できてればいいやっていうことで、1年間ぐらいは多く、ゆとり持って見ていただければなと思います。もちろんこれが参考になるか分かりませんけど、僕が1年目の大学1年目の時とかもそうなんですけども、やっぱ青森という、田舎から埼玉の城西大学に行って、卒業式が確か3月5日ぐらいにあって、1週間後には気合を入れて、寮生活を始めて、最初の頃はやっぱり新しい寮生活、初めて実家から寮になったっていう緊張感であったり、全国各地からライバルが集まって、今は腹を割って放つる仲になっていますけども、その当時は赤の他人という状況で、すごい緊張感もあったし、寝る場所も変わったという緊張感であって、練習内容もやっぱり高校の頃と違って5000メートル1万メートルっていうよりも、箱根を目指してるんでハーフとか20キロ走れる練習ってなって、明らかに練習内容もガラリと変わったんですけども、でも最初の頃はやっぱ緊張感があって、自然とアドレナリンも出ていたので、最初の何週間はすごい練習もできたんですよね。実力的には周りのメンバー14分30とかがゴロゴロいて、僕はその当時15分12だったので明らかに差はあったんですけども、それらについていくこともできたし、ラスト勝負、いい勝負もできていたっていう練習ができていたんですけども、結局、1ヶ月ぐらいしたら、僕の場合は精神的な方にストレスがかかってたは出てこなかったんですけど、肉体的にやっぱりストレスがかかってたっぽくて、怪我をしてしまいました。で、ふくらはぎ、まあ、要するに新スプリントと言われる場所はぼっこり腫れてしまって、1ヶ月ちょっと走れなくなってしまいました。やっぱりですね、その自分では意識してないところでアドレナリンを出ていて、どうしてもその気を使って精神的にも疲れていた。で、肉体的にはアドレナリンが出てるんで疲れを感じなかったっていうのが、1ヶ月ぐらいして、やっとちょっと落ち着いて、その精神的に張り詰めたものがちょっと緩み始めた時に、がっつり出てきたっていうのがあるんで、まあ多分この方もほぼほぼ同じような感じで、最初ある程度大学に行って新しい環境になったことによって、気持ちも張り詰めていい練習ができたんですけども、ある程度日にちが経って気持ちの糸が緩み始めた時に、肉体的に体調コンディションを崩してしまい、精神的にもちょっとこの病んでしまうというか、なってしまって、で、練習も落とすことによって体力も落ちていくっていう、どんどん負のスパイラルになっていったと思うので、やっぱもう少し1年目は、いい意味でサボり気味というか、気楽にやってほしいなと。で、僕もですね、その1年目、その1ヶ月ぐらい怪我して、ああ、こういう
感じで怪我しちゃったらもうしたくないなっていう思いで、その後じっくり作っていって、1年目の冬にしっかりそのクロスカントリーとかを走り込みがうまくできました。月で言うと900キロから1000キロぐらいクロスカントリーでうまく走り込むことができて、2年目にやっと結果もついてくるようになってきて、今の1万メートルの自己ベストが障害のやつですけども、29分5秒で走ったんですけど、それは大学2年生で走っています。やっぱその1年目のその失敗っていうのを生かして、冬じっくり走ったことによって、2年目に結果が出たっていうのがあるので、やっぱ1年目はなかなか結果を出してる人の方を探そうが多分難しいと思うので、あまり焦らず、早く復帰しなきゃっていう気持ちはわかるんですけども、この1年かけてうまく復帰できればいいやぐらいの気持ちで、本当にリラックスしてやっていただければなと。やっぱその目の前の結果を求めるかもしれないですけども、大学4年っていうスパンがあるので、その中でいい結果を求められるように、気持ち的にはまだまだリラックスで、まあ環境に慣れるってことを最優先で、楽しむってことを最優先にしてやっていただければなと思います。以上、ランマックスチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。